小口先生、はい、今日は佐賀県の農政問題、はい、私たちは個別所得補償ということをずっと掲げています、はい、もう自給率が 40% を割る、これは孤島や砂漠の国と同じです。そしてばらまきの農政をして農家の皆さん、もう高齢者がいらっしゃらないという状況です。集落営農だ、あるいは担い手だ、ダッチロールをして、そして農家の皆さんももうこれじゃダメだ。2年前の参議院選挙、川崎さんが勝った大きな原動力になったのも、農家がもうこのままじゃダメなんだと、子供たちに農業を継がすためには一回民主党にやらせてみようと、こういう決断をされたと思いますが、今回さらに私たちはそれを進めていきたいと思っています。私たちの農業政策について、佐賀県をどうするか、はい、これをお話しください、はい、佐賀県は農業政策においては全国でもある意味得意なところです。そうですね。何せ今の政府の方針を農協の指揮のもとに一生懸命行っている。減反も 100% を行っている。集落営農もほぼ 100% を作っている。その中で農家の方々は疲弊し、本当に辛い思いをされている。私思うんですけども、農業政策においては小泉改革が色濃く残ってるんですよ。そうです、ね、何せ大企業が入ってきて企業化して大規模化してやればそれだけで御の字だ、うん、効率重視、経済規模重視、もうこれだけですから。そうです。ではダメなんです。ではダメなんです。やはり日本においては大地を守り、緑を守り、水を守り、そして食料の安全保障を守り、その農業の機能に着目して、やはり個別所得保障政策を行って農家の収入所得を守っていく、ここに一番の主眼を置いた政策を行っていかなければならないんです。私はこの方向はどんどん推し進めていかなければならない。おっしゃる通りですね、はい、新農政という形でこれまで支えていた農家を切り捨てて、4兆以上、個人であれば4兆以上、それから集団であれば20兆以上という形にして、私これ予算委員会で当時の農水大臣とも議論しましたが、じゃあ一体これまでのどれぐらい減るんだと、これまでの農家の4分の1を絞ったんですね。私は大規模化すればいいなんて絶対間違いだと思います。大規模化が成功したとしてもですね、それはアメリカの10分の1に過ぎない。それだけで戦おうと思ったって絶対無理です。むしろ私たちは農家あっての農村、農家がなくてどうやって農業ができますか。今これだけ疲弊しているものを今支えなくていつ支えるのか、そこで私たちは所得保障制度というのを出しています。でこの所得保障制度を出すと必ず2つの反論をしますね。それは WTO 違反だと。本当でしょうか。はい、これは全くそういうことはありません。 WTO のルールの中でも日本においては生産に結びついた補助金を出すこの枠が3兆円近く認められています。ところが今の日本政府は生産に結びついた補助金というのは約2000億弱しか出してないんですよ、うん、ほとんど枠を使ってないんですよ。そうです。予算は削ってるんです、天下り先に使ってるんです、農家のために使ってないんです。だから日本の農家は苦しんでるんです。おっしゃる。 WTO 違反というのは嘘です。私たちの個別所得保障政策はその WTO のルールの中で十分できる政策です、私たちは国際政治の世界で、特に先生は IMF でも行かれた、ルールにおける競争をやってるわけです。自分たちの国の政策を赤でも緑っていう人たちの中でですね、緑桁だ黄色桁だなんて自虐的なことを言ってる政治はどこにもないんです。と先ほどおっしゃった、佐賀県は得意で中央政府の言うことをそのまんま聞いてきたけど、じゃあこの責任を誰か取ったんでしょうか。誰も取ってません ね。農家の方々が苦しむままに任せて、誰も責任取らずに、農家のための農政になってない、農家のための農政になってなくて、ある意味農業団体、農業組織、まあ、このための農政になっている。現場の農家が置き去りにされているのが日本の農業だと思います。おっしゃる通りですね、はい、で今もう現実に集落営農というのを進めているわけです、はいはい、でこの集落営農をどうしていくのか、はい、私はこれを一気に止めるなんていうことはできないと思います、はい、集落営農をやるためにも、あるいはその集団化するためにもですね、リスクを減らして所得を増やしていかなければこれはできないと思います。そうですね、いかがですか、はい、私たちの個別所得保障政策においても同じ考えです。すなわち、集落営農ができるところ、規模拡大が自由にできるところ、一生懸命できるところ、企業化もできるところ、これやっていただいていいんです。やっていただいていいんです。そうじゃなくて、私たちのところは個別個別でいきますよ、家々でいきますよというところは家々で保障していく、この自由度が、この柔軟性がある農業政策が大事なんです。おっしゃる通りですね、はい、農家あっての農村なんです。農家あっての農業、安心でしっかりと健康を支える、命を支えるものを作って、その人たちがやっていけないなんて絶対にあってはなりません。最後に、
じゃあそんなこと言って減反政策どうするんだと。3年に1回減反すれば何が起きるかといえば、それは工場でいうと3年に1回工場を止めてるのと同じですかね。そんなことをやっていたら絶対に無理だと思います、ね、民主党は減反についてどう進むのか、うんうん、米に関しては全国的な生産計画をきちんと作って、はい、その計画生産によってきちんと作っていただく方々に対して所得保障をしていこう、これは米だけではありません、はい、食料自給率を高めるための大豆や麦、こういったものも含めて、はい、こういうふうな生産計画を作っていきましょう、こうやって 40% を 50%、60% の自給率に上げていきましょうという、うん、この方向に向かってみんなで所得保障を得ながら自給率を上げていきましょうという形にするんです。そうですね、減反については今の農水大臣がやるのやらないのずっとダッチロールしましたね。あれは何ですか。いや、あれは農家の現実を知らない言葉だと思います、すなわち農家にとって一番大切なのは将来が見えるということです。そうです。明日の政策が見えないで農業をやれる人はいません、うん、将来の見通しをきちっと示すこと、うん、ここの重要性を気づかない農政は農政ではありません。そうですね、はい、私たちは農家の個別所得保障をやっていきます。でこの個別所得保障をやると、じゃあ努力した人も努力しない人も同じになるんじゃないかって、こんな間違ったことを言う人もいますが、平均値、販売農家のいわゆるその販売価格の平均値を取って、その中で一生懸命頑張っている人たちに支えていく、はい、農業農村丸ごと支えていくというのが私たちの政策ですね。そうです、所得を保障していきつつ、かつ例えば規模を大きくしていこう、有機農業をしていこう、あるいは生産量を増やしていこうという方向性をどんどんやっていく人たちに対して上積みして支援をしていこうという方向に進んでいきます。これも WTO のルールの中でやっていくということにしてますので、きちんと足場を支えつつ伸びる方向も支えていく、こういうふうになってます。皆さんぜひ理解いただきたいのは、農業農村が疲弊して日本はないということです。食料自給率が先進国でこんな低いところはない。多くの国々は所得保障の占める農家の所得における割合っていうのは非常に高いですね。イギリス、アメリカ、フランス、ドイツ、みんなそうです。彼らは食料自給率をそれで支えているわけです。ぜひ皆さん、民主党と一緒に安心な食料を子どもたちに、私たち国民に提供していこうじゃありませんか。農業農村を支える人たちにしっかりと、一部の無駄の公共事業じゃなくて、そうやって農家のためと言いながら農家に負担だけを押し付けてきた、その政治を変えていきたいと思います。大口先生、最後の決意をよろしくお願いします。はい、農業があってこそ地方も生きるし、かつ食料の安全保障も生きてくる。一人一人の農家が所得を守られながら生きていく、これが農業政策の一番大事なことだと思います。規模拡大だけで全てを解決するわけではありません。所得を守っていく、これを第一の柱として民主党は頑張っていきたいというふうに思います。ありがとうございます。命を守る農政、子どもたちの健康を守る農政、頑張っていきましょう。頑張っていきましょう。ありがとうございます。